横田薫1月31日昭和59年6月9日は日本の銀行家。日本環境銀行頭取第1環境銀行初代頭取全国銀行協会連合会会長。君一等随法省東京小児町生まれ。司法大臣横田千之助の長男。大正11年慶応義塾普通部を経て昭和7年に 慶応義塾大学経済学部卒業。翌年に日本環業銀行入校。営業日と筋に歩み、昭和44年2月、武田万作頭取の病気退任によって、副頭取であった横田が公認として昇格した。横田が頭取に就任した当時、官銀は都市銀行注意でもたついており、折からの国際化の進展で銀行が生き残るためには、 合併しかないと判断。第一銀行の井上薫と共に、渋沢倉庫の安島近吉の力を借りて、極秘入りに合併計画を進め、三菱銀行との合併に反対した井上の意見に賛同して官銀と第一銀行との合併を成功させ、第一官業銀行を発足させる。そして、初代尊取として、預金量日本一となった同行の基礎を固めて、 後名誉会長に就く。昭和48年全国銀行協会連合会、会長、経済団体連合会常任理事、財政金融委員長、慶応義塾評議委員会議長、連合三鷹会会長等を歴任。昭和54年4月29日に、君位等をお貸しされた。ありがとうございます。